はい、ファイナンシャルプランナーの藤井です。インドネシアニュースということで、まあね、定期的にインドネシアのこう新聞を通してですね、近況等々を知ってもらいたく発信しているんですけど、インドネシアのね、主要都市であるジャカルタ、事実上25日から外出制限かかってます。実はまだロックダウンされてないんですよね、ジャカルタってね。なんかそういう意味でも、日本とジャカルタ結構ね、似てるなっていうところもあるので、今日ね、その辺の、お話をしていきたいな。思います。ちなみに、ちょっと画面共有をして、今、日本の状態ですね。今日は、2020年の4月1日ですね。もう、これ、嘘ってね、エイプリルフールなんで、嘘って言いたいんですけど、これは、まさにね、ヤフーから出てるデータで、国内感染者が1953人で、死亡者数が56というのが、今、日本の現状です。まあ、ちなみに420人回復してると。まあ、再発する人もいますけど、ということで、で、29日の、30日付のジャカルタ新聞によるとですね、まあ、封鎖検討準備もということで、新型コロナ感染者1285人。なんで、昨日かな、これで言うとね、30日。あ、2日前の新聞なのかな。拡大止まらずということで、死者は114人ですね。でも感染者は1285人なんで、これで言うとですね、10% ぐらいの、感染した 10% ぐらいの方が亡くなっている事実があるんですね。で、実際に日本だと2000人に対しての今50人ぐらいなので、5% ぐらいかな。2000人の 10% だと20人だから、5%、1% で20人ぐらいか。2% ぐらいですね、やっぱりね。日本での死傷率は 2% ですけど、インドネシアの 10% の致死率ですね。これかなりでかいですよね。で、実際まだ、警戒は特別州の封鎖を想定したシミュレーションと。いや、ロックダウンは今、その、ロックダウンするためのシミュレーションとか練習は実際しているみたいなんですよ。で、実際に、こう、インドネシアの祝日でね、イスラム系の方がほとんどなので、ジャカルタでなるとですね、断食明けの大祭ということで、まあ、日本でいう、なんですかね、イメージ的にはお盆みたいなもので、帰省がちょうどね、かぶっていて、そこでね、こう、封鎖をしていくっていうところで、まだ封鎖できてないというところですけど、外出室ね、自粛要請がされているよということが、まあ、こうバーッと書いてありますよ。で、実際に、ちょっとその前の新聞とかにもですね、あったんですけど、一部のね、地域では、こう、あ、これじゃないな、自治体でね、もう、自治体で、自分たちで、特にインドネ、ジャワ島近辺ではですね、こう、一部、そういうロックダウンのような現象も実際に始まってるってことで、あれ、どの記事だったかな？これですね。はい。これですね。ロックダウンの決定権は地方政府にあるっていうことで、まあ、今これは、その、市がやってるものですね。で、ジャワ州のトゥガル市っていうね、ところで、出入り可能な道路、約50カ所にコンクリート製のブロックで封鎖したということが書いてあります。まあ、24日からね、外出禁止令が出てて、で、ジャカルタ経由でね、戻る人が影響を受けたことがあるんですけど、50カ所ある入り口を一つだけにして、ブロックを敷いてね、こう、事実上、入室を制限している。状況もあるようです。なんで、その対応、日本と比べてた時の対応についてはですね、割とこう、思い切ったね、まあ、人口ももちろん東京の何倍いるっていうのももちろんあるので、っていうのはあるにしても、やっぱその思い切りというかですね、決定権の速さとかね、こう、まあ、致死率が高いっていうのと連動して、やっぱ決定権を、ね、早くやってるのかなと。で、その50カ所封鎖してるところも、これ4ヶ月やるって言ってるみたいなんですよ。なので、まあ、ジャカルタがあるね、あの島ですけど、ジャワ島、ね、一部の行政が、その、自己判断でね、やり始めてるっていうところも、一つね、面白いな、っていうか、ちょっと日本とは少し、いや、知事レベルでね、こう、
やってるっていうことなので、ちょっとね、やっぱこうパワーバランスが違うのかなと思うと、あとやっぱりロックダウンは中央政府にね、権限を委ねてるっていうことで、今、何ロックダウンしてないっていう観点で見ると、日本と似てるのかなと。まあ、要は、小池都知事は、非常にね、もう自主的に、やってるけど、政府が決断できてないみたいなのとちょっと似てるかなと思うんですけど、権限が知事に対する権限もね、なんか強そうですよね、向こうはね。はい、まあ、いずれにしてもね、大きな影響が出ているんじゃないかなということで、特にやっぱりその東南アジアあるあるなのかもしれないですけど、日本ほどね、まあ、日本とかアメリカほど、まあ、多分日本ぐらいじゃないですかね、こんな医療がきっと発達して、皆国民保険つってね、みんなが入れるようになってて、で、ある程度こう、ね、病院に受け入れとかもできるので、かかっちゃうと、今、インドネシア 10% の致死率って相当高いと思うんで、そういう意味でもですね、こうその医療の充実とかね、感謝したいなというところと合わせてですね、不要不急の外出は控えていくのがまあ無難なのかなというところが考えられるかなと思います。いずれにしてもね、こうインドネシアだけの問題ではなくて世界的な問題にもなってます。もちろん日本も含めてですね。はい、まあこういう形でね、でちょっと面白かったのは、面白かったっていうかね、このネタを藤井はどこから得てるんだっていうのをね、こうなんかこの前言われたんで、ジャカルタに住んでいる日本の方からなんですよ。で、これで、ね、向こうからのメッセージで、本日郵送されている書類を引き取る都合で会社に顔を出しましたと、かなり警備が厳しく中に入れたもの、週1回くらいしか、まあ、今、在日、日本人はですね、この今もう出勤禁止になってます、ジャカルタね。で、ここにあるんですけど、昨日と今日分の確保しましたと、先週水曜日はヒンドゥー、これは25日のね、祝日で休館で、金曜日のものはなぜか未達でしたということで、新聞もね、今届いてないっていうね、状況で、今後はね、どうなるかわかりませんということも言われてます。外出禁止に、ね、なってないっていうのが、まぁ、ちょっとね、自粛であって禁止にはなってないっていうところも、ね、ちょっと似てるなと思ったんでね、最後シェアしてきました。また引き続きね、まあ、特にインドネシアに投資している方っていう向けにね、発信させてもらってます。ではまたお会いしましょう。さよなら。バイバイ。